心配してくれたりり皆さんコメントありがとうございまは、まあ、何があったかというと昨日朝あの何朝食を食べてからずっと腹痛1時間半以上腹痛腰痛いきなり来てそこからおう吐してそしたらなんか腹痛腰痛治ってっていうお話を昨日したんですけど。 で、まあ、夜も変わらずちょっと胃が、うん、胃の方というか赤ちゃんが動くたびになんか気持ち悪いとかそういうのはずっとまあ常日頃つわりがまだある状態なんですよ妊娠8ヶ月なの,あなのにそうある状態でずっとそれはあったんですけどでも明らかつわりの気持ち悪さとこの腰痛とか腹痛とかってなんかちょっといつもと違う感じがして。 なんか胃が弱ってんのかな胃腸が弱ってるのかなとかすごい思ってたんです <laughs> 娘第一娘を産んだ時は結構そのお腹を下しておう吐っていうパターンは何回も何回もあったんですけどでもお腹も全然下してるわけでもなくなんか食中毒なのかなでもお腹下してないしなとかこんなこんなで。 まあ考えててもしょうがないんですけどでも考えてで吐き気はまあ何も食べなきゃ吐き気にもなんないんですけど水分もちょこちょこ飲んでまあ、夜は大丈夫だったんですけどなんかまた今日の朝もう低血糖気味になるのでやっぱずっと食べてない私ねそもそも低血糖とか脱水症状とかって起きやすい体質なんですよなんかそんなので なんか朝食べとかないとちょっとやばいなって手に力入んないなみたいな感じになったのでちょっと入れたんですよ朝そしたら食後30分以内ですねに座っただ普通に座ってるだけなのにふらふらしてなんだか例えると貧血のようなというか、まあ、貧血では全然ないんですけどそういう感じじゃないんですけどでも似てる貧血のような感じ胃がなんか。 痛,く痛いっていうかなんか気持ち悪くてムカムカしてきてなんかなんだろうねもう例えられないな本当にふらふらして冷や汗かいてきてなんか立つとやばいなあもう吐きそうやばいってなってもう食べた直後なんで昨日よりは全然なんか。 楽に吐けたんですけどすごい水分とかどっから出てくるのみたいな状態になってねあのー、昨日も今日も夫が休日なので夫が娘を見てくれているのですごい楽な状況ではあるんですけどでもその時ちょうどね娘がわーわー泣いててすっごい大泣きしててもう吐きながら娘を片手に抱っこしてる状態いや娘を片手にして吐いてる状態 もう本当につらくて、娘にかかんないように必死で必死で、夫も剥がそうとしてるんですけど、娘はひっついてくるので、もう大変な朝でした、今日は。もうそっからでも、そうだね、もう、そのひとまとめで言うと、その一回入ったって感じにはなるんですけど、でも全然履き足りなくて、どん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 出るような、もう袋はパンパンで重くなっちゃって、 そうそうそそんな感じでそんな感じだね。で今はもうお昼午後にもなって今休憩してる状態なんですけど本当になんかどうしようって感じでやっぱコメントのね中にもいろいろんだろう予想というか。 してくれてる方がいて、憶測というか、なんていうの妊娠後期座りが始まったのかなとか、あとはやっぱり病院行った方がいいんじゃないかなとか、そうそうそういうのいろいろ言ってくれる方がいてね、ちょっと病院も明日まで様子見て治らなかったら、病院に行こうと思います。これ、第1子の時もも座りずっとだったんですけど、今回第2子で、 つわりがだいぶ楽になったのでなんか結構スタバのフラペチューノの飲めたりまあ飲んだ後吐いたりもするけどもう全く吸収しないというような状態なので今水分すらちょっと飲むと気持ち悪くなるのでちょっとこれはただのつわりだけじゃないぞという感じが私はしますなんかただのつわりじゃないなこれ。 まあ、つわりみたいな気持ち悪さなんだけど、そういえば最近こういうのなかったなぁ、みたいな。ここまで、なんか、ずーっと気持ち悪いなかったから、最近軽かったんだなぁ、なんて思っちゃってやたんですけど。いや、なんかもう水分すら受け付けないっていうのが久々で、なんだろう、胃が弱ってんのかなぁ。お腹もすかないけど、ぐーぐーぐーはなってるというか。ああ、すごいなんかね、 久しぶりの感覚っていうか気持ち悪い。なんだろうね。とにかく消化のいいものをちょこ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 ってか食べ、食べようって思った時に食べて、あとは量だね、量。ほんの少しの量にしようと思う。娘が遊びから帰ってきた家の近くで遊んでるんですけど。 バボをやってるみたいそんな感じで耳の聞こえとか目の開き声が変って言ってたのは今日睡眠たくさんとったのでなんか治ったかもしれないあとは動いてないっていうのかなやっぱりずっと立ってたり公園とかちょっと一緒にいて立ってると耳の聞こえがまた変になったりボーっとするようなそういうような状態になるので今日は比較的休んでるので全然大丈夫ですね。 とにかくごロンしてれば大丈夫かな今日はまた明日からね夫は仕事になるのでちょっと生活やばいなこの状態じゃ本当にやばいなって思うんですけどどうにか今日直さないともうなんか朝食用意するのもきつすぎて本当にきついですねおかえり え、なんでびしょびしょ靴やばいのびしょびしょになっちゃったえ、じゃあお水で洗わないとねダディにウォーターでじゃージャーしてもらいな、それちょっと汚いと思うし、それねじゃージャーしてもらったら大丈夫だってまだバーバーやるんじゃないの遊んできな ちょっと汚い。じゃあ、じゃあ、じゃあ、洗ってきて。ダディ。ダディのとこ行って洗ってきて。バケツで。マ<ミ>バケツで洗ってきて。ダディ行ったよはい。今は夜になりました。もう。夜になって、これちょっと娘が勝手に貼ったやつね。と、さっき娘がシャボン玉とかで遊んでいたうちに。 そうだねまあ娘もそうなんですけどちょっと寝れて1時間ちょっとぐらい寝れましたそしたら少し良くなってお腹がグーグーなってお腹がすごい空いていろんなものが食べたいって思えるようになってでもさすがにそれはやばいと思ったので、あのー、炊き込みご飯みたいなやつを作ってもらって。 で、少しお米を食べました。あとは、具材ほとんどないお味噌汁、少し飲んで、今30分ぐらい経過しました。まあ、やっぱり食べない時よりは、あの赤ちゃんが動くたびに <laughs>、ちょっと、うってなるんですけど、ああ、それより頭痛がやばい。 だけどなんか吐き気はそんなにまだ来てないですねでももう1日寝、ね、っ転がってる状態で今娘はプレイルームで遊んでいますなんか頭がねさっきちょっと私結構昼寝しちゃうとこういうね枕のあるところとかで昼寝をちょっとしちゃうとすごい頭痛くなっちゃうんですよね 分かりながらも寝てしまった。頭痛が結構してます。もうちょっと薬飲まないで待ってみようと思います。ああ、下の女かなー。これ。豆乳ヨーグルトが食べたかったんですけど、豆乳ヨーグルトがまさかの家になくて。そうだからお,おにぎりみたいな。ちょっとのご飯にしたんですけど。 なんかさっぱりしたもん食べたくてでもきっと吐いちゃうだろうね吐くのも気持ち悪いから嫌なんだよねなんかつわりの吐くっていうあれがすごい最近軽かったんだなって <laughs> お気持ち悪いってグッてきて吐いてたので最近だとなんかこのずっと気持ち悪いって感じのがなかったなってすっごい ずっと気持ち悪いの、強い気持ち悪さがなかったんだなって、今改めて思いました。でも昨日から今日にかけては睡眠ちゃんととったので、一昨日は睡眠不足かなとも思ったんですけど、大丈夫そう。これぐらい似てれば。まあとにかくちょっと気持ち悪いっていうか、あんまり動くと気持ち悪いので、 もうこれから今日はお風呂入って寝ます。そう。明日からの生活が大変だ。早く治るといいな。とりあえず治んなかったら病院に急いで行きます。では、バイバーイ。